皆さんは教会族を知っているだろうか。ルートガは何度か見たことがあるが、教会族は見たことも聞いたことがなかった。何度も動画で教会族という言葉を調べたのだが、出てくるのは他のインタビュー動画ばかり。バカバカしい。何が教会族だ。だが教会族という言葉が頭から離れない。教会族が何者かということを考えると、そこが深まり頭が混乱するからだ。よし、実に興味深い。動画をダメならさよならができるんじゃないか。そう思い、私はまた探すことにした。私は教会族が発見されたという動画を視聴してみた。民族教会族が自由々で発見されたという情報がありました。今キャスターのキソンさんが現場にということで、早速見ましょう。現場のキソンさん、こんにちは。ニュースキャスターのキソンです。今回はこの教会族についてインタビューしてみたいと思います。で、教会族ですが、ないところが難しいので、つけるのはかなり難しいです。なので、今回は東京朝鮮地方の調査してみたいと思います。今回は謎の民族、教会族を徹底調査しました。では、この学校の周りを調査してみたいと思います。今、ちょっとかなり時間が経過してるんですけど、いや、本当にここに教会族がいるのかどうか分かりませんね。いや、本当にいるのかな。少しここを探索してみたいと思います。この学校の周りなんですが、よく東京朝鮮中国系学校の生徒が走っているのをよく目撃します。果たして教会族を見つけることができるのか。歩くこと数分、すると、何やら IC 服を着た人を発見。何の服なのか聞いてみると、それは何の服なんですか。これは教会族の衣装です。教会族の衣装。その服にはどんな意味があるんでしょうか。このアクセサリーは教会族の証だったり、このネックレスは教会族のパスポート代わりで、ちょっと理解しにくいようですが、なんとか第一教会人に出会いました。その教会人が言うには、さっき自分の仲間を見かけたという。早速そのあたりを探索していると。いましたね。教会人を発見。早速、教会人にインタビューしていました。教会族は各地方にいるって言うんですが、あなたはどこの、どの出身の教会ですか。俺は北の教会出身だよ。そうなんですか。ああ、そうさ。今日はここに来るまでに5時間かかったな。そのネックレスを使って、北から学校に来て、来たいということですね。あ、そういうこと。謎が深まる教会族。早く教会族を謎を暴きたい。ここに教会族はいるんでしょうか。あ、いましたね。何をしてらっしゃるんでしょうか。ここに教会人がいました。早速、突撃インタビューしてみることに。こんにちは。今、何をしてらっしゃるんですか。今、ちょっと散歩をしていたところです。ああ、そうなんですか。この教会人は、なぜここに来たのか話を聞いてみると、ちょうどここに実は教会がありまして、この教会から向こう側が私の故郷なんですね。ああ、そうなんですね。この教会人は、自分の故郷に帰るためこの町に来たという。さらに話を聞いてみると、境界線を通ってしまうと、この境界線は消えてしまいます。ああ、これを通ると境界線が消えてしまうってことなんですか。はい、そうです。ですが、境界線を僕らが通るとその境界線は消えるので、境界族じゃない人たちも通ることができます。すごいですね。境界族は境界線を通るとその境界線を消すことができる。そうすると境界族じゃない人も通れるという。境界族は境界線を消す特殊な能力を持っているんですね。次はどんな教会作りになるでしょうか。お楽しみで。
そして4人にも境界族を見つけることができたので、インタビューしてみることに。果たしてこの人は境界族の秘密を話してくれるのか。あなたはどこの境界出身なんですか。私は南の方から来ました。南はここより全然暑いので、ことの気温差があってちょっと最初は寒く感じました。あー、なるほど。ということはこの境界線を消してその世界に来たということですね。でもそうしたら外の温度が変わったりして体調とか悪くなったりしませんか。もうずっと昔からここを行き来してるので、そういったことは最近はないですね。あー、なるほど。子供の時からその環境にずっといてからその世界は涼しく感じるんですね。じゃあ最後にこう動画を見ている皆さんについて一言お願いします。境界族はもともと境界をにじませるということがモットーで活動しているので、まあ分かり合うということをとても大事にしてます。なので皆さんもどんどん温厚な人たちばかりなので接してみてください。はい、ありがとうございました。皆さんもぜひ境界族に会ってみてはいかがでしょうか。境界族が身を持っているのがキャスターの基礎となっているドリンクパッドです。境界族、本当に素晴らしい種族だ。私もぜひ会ってみてやもうだな。そうだ、この学校の周りを探してみよう。そう思い、私は外へ出ていくのだった。皆さんも境界族を探してみては